じゃあダーツショートしたいと思います。はい、というわけでチーム戦でね、やりたいと思うんですけど、ゲームの内容は01-30 ゲームですね。ゲームで、はい、301をちょっきり0にするという、はい、ああね、引き算のゲーム、引き算のゲームですね。引き算のゲーム、はい、逆転もありえますね。そうですね、逆転もありえるんでちょっと余裕ですけど、はい、やってみたいと思います。はい、はい、よろしくお願いします。これ3のパターンですか？1、2の3で。
ラインアウト。もうちょっと手堅くていいよ。
みんないっぱい食べてほしいですね。本当美味しい料理が、ね、いっぱいあるんで、頑張ります。ダンスもしているゲームもしているみたいなね、ちょっと3人で、はい、まあ、たまに勝負していただくかもしれないですけど、はい、ただ、ね、こう楽しんでいただけたらいいと思います。はい、そして、ゆうちゃん何かありますか？これ最後そうやってるいや、今日の反省点は完全にダンスそうですね、もう結構僕、しょげてますちょっと、本当に、はい、いいのかな何かありました。明日ね、ちょっとそんな気持ちを引きずらないでこのクエストバネにね、後ろこうね、罰ゲームしながらクエストバネに、ね、頑張って罰、はい、ゲームを受けさせていただきます。はい、そうですね、その教訓になりましたけどね、はい、でも楽しかったです今日。楽しかったです。本当にいい試合でしたね。もう楽しい、美味しい、まあ、皆さん、ぜひ皆さん来てください。はい、はい、ありがとうございます。ということで、本日も、ご視聴ありがとうございます。トリトリ TV、本日は、カジュアルダイニングバー、アドニアさんでした。ありがとうございます。ありがとうございました。こうじゃん今、やー完全にやー、やーなのか、パチパチなのかだいぶ、はいはいはい、そうかー、使わせていただきます。はい、また罰ゲーム、トイレ掃除します。トイレ掃除します。罰ゲームは結構きついね、ごめん、ね、トイレかすごいね、一応時短だと取れないから、これね、もう狭いね、狭い、超狭い、サッとサッとサッとブラシこれ、はい、濡れてない濡れてない、大丈夫、あげといて、しっかり磨いてくださいね。はーい、はーい。あれはないよなぁ。あの描き方はね、綺麗でしたね。綺麗でしたね。トイレ掃除か。縦のトイレ磨いたの初めてだね。確かに、うん。お金貯まるかな、これ。もうね、金運上がるから。トイレ掃除かね。今度は戻す。ああ濡れてる入れて。はい。流せるやつ、これ流せるやつかな、流せるやつ、流せるやつかな、終了